CGS をご覧の皆様、こんにちは。キャスターの神谷宗平です。今回も日本人を考える表弘明先生と共にお送りしていきたいと思います。表先生、よろしくお願いします。今、第1回の第3部、今回入っていくわけですけれども、はい、今回のテーマは、歴史をまたぐとき、歴史観は変わるというテーマで、今回お送りしていきたいと思います。はい。先生、この歴史をまたぐとき、歴史観は変わるというテーマをつけていただいたんですけど、はい、どういった趣旨で？その歴史をまたぐって、まあ、今も歴史またいでてるんですが、はい、これはその歴史的なその年号の名前が変わるとかそういうことではなくて、やはり我々が気がつかないうちにも歴史っていうのはもう止められないんですね、はい、で変化していってる、その変化していってる中でいろいろごまかしているものもあるし、はい、ちょっとその時の政治体系というかの為政者の話ですが、ちょっとそれにそぐわないということで隠してしまっていることもあるんですね、はい、でそれは仕方ないんで、はい、それは暴いてはいけないということもあるんですね、はい、でそれは言ったように山伏とかそういうところをやってると、そこに祀られている神様の名前が違う名前になっていると、はい、これ結構あるんです。はい、同じ神様なのに名前が変えられてるんですか？例えばね、はい、スサノオノミコト、はい、これは天照大神の、これは説明しないかんですかね、はい、皆さんご存知かと思いますけど、天照大神の弟になってます、はい、でこの弟でまあいいんですが、今はね、しかしひょっとしたらこれ文化圏が違ったかもしれない、はい、どういう形でか知らないけれども、もっとそのシュメールとかそういうところの太陽族と言われるのを渡ってくるときに分かれて九州に残ったのがアマテラスの卑弥呼の一族であったのかもしれない。これは主観で言うと歴史学者はそれぞれ言ってることがあるので、はい、学者に任すとして、はい、ただ、スサノオという名前で祀っている神社だけではないんですね、はい、スサノオという名前じゃなくて雷鳴の狼とかね、だから疫神として祀られて疫病をね、はい、やらしたり止めたりする2つ力がありますから、そういう名前で祀られるのもある。そういうふうにして考えますとね、特に先ほどもこの間も言いましたけど、天津神と国津神、はい、簡単に言いますと海からやってきた神様と、はい、この土着してた神様、はい、まあ何年住んだら土着と言えるのかもこれまだ難しいんですが、はい、そういうふうにざっと分けましたら、はい、その下の方が日本の文化を作っていったりした時のこと、その後に自分の娘をセリ姫っていうんですが、それを大国主に嫁がしますよね、はい、そして大国主と結婚してこの国を国づくりをやったわけです。でこれはもう神話に出てきますのでその通りなんですが、この国づくりをやった時にですね、やはりみんなその国の人たちはそれを推奨して一緒に手伝った、深い信仰を持っていた、急にやっていた神さんよりも当然深い信仰、はい、この名残がやっぱり今でも残ってまして、はい、だから全国に祀られている神社お社で祀られているものの数はおそらく大国主さんのこれ一番多いんじゃないか、というか8万、はい、これ八幡っていうんですが、はい、これもちょっと、8つの旗、八幡、はい、八幡、はい、これはその意味がいろいろあるんですけれども、多くの旗印のところが集まっていた、はい、これ旗一族 の, 旗印とも言われてるんですが、そうするとなんかヘブライとつながるんです、違うと、はいろいろまたその世界から見たら歴史観につながるんですけれども、はい、そのように渡ってきた人たちが今神として祀られているところの名前はどちらかというと国津神が多い、はい、というか歴史観をまたいだときに、今伊勢神宮の天照総御神のその祀られているところというのは結構少ないんですね。結構少ないんですね。天照総御神自体は全国でどのくらい祀られているか僕も調べたことないから分かりませんけど、はい、大国主さんのに比べたら少ないんです。まあ、大体全国に8万社ぐらい神社があると言われていますけれども、その中での御祭神で天照大神、まあ、日本の ね, ね一番の一番その皇室の先祖、ね、と言われている言われている天照大神よりも、その国津神の代表されているような大国主の御事とか三王の御事を祀っている神社の方が多いと。多いですね。なぜかわからないですけど多い、はい、それも名前を変えて祀ってて実はそうじゃないかということ、まあ、そういうことはあんまり言わないというふうになってたようなところも、いやそうやろうねというような形になってきてるところが多いんですね、はい、今だからもうある程度は言ってもいいようになって、はい、そういう中でこの紀内一円でもどん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 分かってきてるのは、そのにぎはやひという神様がいるんですね、はい、にぎはやひという神様はスサノオの息子と言われてるんですが、はい、これがアマテル、クニテル、ホアカリ、ウシタマ、ニギハエって、これね、やった仕事のことの損傷がついてるんですよ。はい。ね、例えば政治、経済、なんたらの誰それみたいな感じですよね。はい。そうそう、アマテル、クニテル、上を照らし、下を照らし、万民を輝かせながら、ホアカリっていうのは、稲穂が明るく輝いたという、はい、稲穂を作った神様、これ縄文時代ですよ。そう考えると、ニギハエが早かったんですね。はい。これすごいことだと思いませんか？はい。
で、それはアマテルという名前も入ってるんですがね、はい、これスサノオの息子が、はい、おそらくその機内近畿圏1円、おそらくね、伊勢ぐらい、中部1円ぐらいまでを、肥沃な豊かな稲穂の輝く国にしたという伝承が残ってるわけです。はい、でもこれあまりね、まあ、一番最初に天孫族より先に渡っていた神様としてぐらいしか残ってないんですよ。はい、もののべはこれを始祖として、今伝えてますけれども。もののべって、もののべ氏。もののべ氏ですね。もののべ氏はこれを始祖として伝えてますけど、それもさっき言った、前に言った異星者による歴史観で誰につながるかは、系図を買うこともあるので、これは別として。でもそれぐらい力のあった、その近畿地方をおしなべて作ってきた神様だからこそ、もののべ氏もそれを先祖と仰いでいるということを考えると、その、近世の明治以降の歴史観とちょっと無理が出てくるということがあるのは否めないところですね。なるほど。非常に、まあ、今出た中でもね、じゃあ、もののべ氏って何かとか、はたしって何かとか、いろんなところありますけど、ぜひちょっと皆さんも調べていただいたりしながら、でも今後の話の中で、はい、いろいろ歴史に沿ってそういう、またもののべ氏が何かとか。またフリップも出せるしましょう。はい、あのね、今は結構してる方もおられるんですが、やはりその、歴史観でいう後期という歴史がある日本に、はい、後期2672年というのが後期元年なんですね。後期で調べたといけないんですよ、はい、BC660 年ぐらいだった、はいはい、でそこが後期元年ですから、それ神武天皇が即位した時なんですね、はい、柏原神宮今言ってますけど、はい、柏原神宮は実は新しいんです、はい、なかったんです。でそういうことも言ったらダメって言ったら、はい、なかったんです。新しい、はい、平安神宮も新しい、うん、まあ、これもパロッパロッと言うときますね。でしかしその神武天皇が即位したその年の1年前、はい、2673年とか、はい、2675年とか、はい、これ縄文時代なんですよ、はい、ね、ここで分かれるということも頭の中に入れながら、私たちはどうもこの明治以降、後期2672年以降の歴史観をずっと明治政府から指導してきたわけですね。まあ大東亜戦争以降は完全にそれをスパーンとできるだけ取りたかったんですけど、神社禁止令もやりたかったんですけど、そうすると日本人は反乱を起こすので、はい、それできずに来たということが今のその現代人の教育になっていってるわけですね。はい、だからそこはまあ難しいところです。なるほど。変わったら、やはりもし歴史を振り返れば、江戸幕府から明治維新になった時っていうのは、だいぶ権力構造が徳川家、260年過ぎた徳川家から、それの、まあ、配下であったような長州、薩長みたいな、薩長ですね、こう、権力を取って変わったわけですね。そうなると、やっぱりそこで一定の歴史観を組み替えないと、統治ができなかったと。そうですね。いうことが言われていますし、まあ実際その通りですよね。そうそう、その通りです。だから、クーデターと言うていいのかどうかなんです。はい。そういう言い方は日本にそぐわないんですね。うん。だから国譲り。国譲りで。と言いたいわけです。なるほど。はい、で、その時に、まあ明治の時に、まあ組み替えられたというか、まあ整備されたという言い方がいいかもしれないですね。整備された歴史観で、まあ戦争が終わるまではずっと日本人は、まあ考えてきたし、まあそういうふうに勉強しなさいと言われてきたけれども、で、歴史をまたいで、江戸時代まで遡れば、違うまた考え方が、全く違うんです。あっただろうと。まあ当然そうですかね。当然そうです。はい。だから我々信仰で言うと、廃仏毀釈っていうのがね、はい、出たのが、もう極端なことやりましたね。はい。寺方が力があったんですよ。はい。自社奉行言いましたからね、うん、江戸時代はね。社寺奉行と言いますね。はい。神社の方が抑えられていたということにおいては、やはり徳川は、そういう仏教というか、そっちの方をかなり庇護したんでしょうね。はい。そういう意味においては、明治で大幅に変わった。まあ、これにまたついていかなければならなかったのと、はい、そこからやっぱり、知識者がね、もう続々と暗殺されていったということで、はい、全く改革者はいたんですが、昔の文化系統の本当に重要なところを知っている人が少なかった。うん、ここに問題があったので、はい、今回また新たな歴史観をこれから作っていくわけですが、その時にぜひね、文化的、その背景というのをしっかりと保った国家づくりをしていただかないと、これまた新参者の国になってしまう可能性があるという、はいはい、この怖さが、ね、あるわけです。なるほど。という意味では、まあ、幸か不幸か戦争に敗れてですね、日本人の歴史観ってかなり、まあ、通されている部分があるわけですね。明治時代の頃に作ったものは。でも逆に言うとそれはチャンスでもあって、逆にもっと遡ったところから歴史を見て、
日本人の生活様式とか先人の知恵をうまく取り込んだ新しい日本人の日本史観を作っていくチャンスも今またここにあると。そうです。というね、これ簡単に言うとね、記憶喪失なんです。はい。これは記憶というのは、勉強したことを覚えていてものを言うというのは記憶というふうに僕たちは言ってないんですね。はい、僕たち、例えばいろんなその修練を積んだ人たち、ね、筋がええとか言いますよね。これって遺伝子に組み込まれたことがあって、人間にはやっぱり昔の記憶があるという。はい、まあこれも科学的に証明されてきてるんでしょうけども、はい、必ずもう生まれた時から違った才能を持ってるんです。はい、でこれ日本人は日本人独特の才能をやっぱり持っていてね、繊細な色が見えたり、音が聞こえたりというのは、はい、おそらく外国人よりも、外国人もいますよ、はい。でも日本人は極めて総じてみんな敏感で、はい、だからオタク文化と言われる、はい。そういうことを、ね、気がつかない、気にならないです、普通は。とか日本人は極めて気になるということは、そういう才能を持っているんです、はい。ということは、それを、その戦後のね、まあ大東亜戦争以降の教育で、まあ GHQ の政策もあって、それになったとしてもですね、アメリカ的な政策になったとしてもですね、ちょっと気がつき出すとね、蘇ってくるんです、はい。これは日本人のね、やっぱ恐るべき特性。もうこれは外国人は分かってます。だから東洋特殊文化にやるんです、はい、で。ここで起こり得ることは、本当に奇跡が起こるって言われるのはそこなんです。はい、そこをぜひね、蘇らせる。だから記憶喪失を取り戻すというのが一番いいんじゃないですか。記憶喪失を取り戻す。そう。おそらく知らないじゃないですよ。うん、記憶喪失なんです。ですから、恩恒喪失なわけですね。そう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 。ちょっとスイッチが入ると、はい、相当優れた才能を発揮できる民族が日本人だというふうに僕は修行してきた観点でいろんな人を指導しててですね、はい、本当に急激に伸びを示す人たち、若者も多いんです、はい、だからそこをやっぱり自信を持ってね、さっき進んでいただくと、うん、この消えた歴史観を取り戻せると思ってるんですけど、なるほど、おお、非常に壮大なテーマ。今回は第1回ですね、日本史観の偽りということで、まあちょっとショッキングなテーマつけていただきましたけども、まあ今回第3回目までお聞きして思ったことは、結局、まあ我々が正しいと思っているような歴史観も一定の時期に犠牲者によって作られたものでもあると。ですから、我々はもっと世界から、また歴史ももっと遡って俯瞰した日本を捉えて、そしてもう一度日本人の政府活用式とか価値観に合うような歴史をこれから作っていける可能性があるんだと。で、過去がダメだとかいうことではなくて、そうそう、思い出したいんです。あの、キーワードはね、この思い出すことなんです。思い出す、自分たちの DNA に取り上げる。そんなの知ってるかというと、実は、ね、結構知ってるんで、はい、ピンポーンってつくとバーッといくっていう、これ歴史上いろいろあるんですよ、これ、はい、だからまたこういう動乱の時代に来てますから、日本人は実力を発揮する時期に来てるんで、ね、はい、そこぜひね、誘導してあげてほしい。うん、やれます。何も知らない人の方がかえって目覚めるかもしれない、はい、で私も自分の政治の大きな目標が日本の若者の意識を変えてですね、本当に世界で活躍できる人間をどんどんと輩出していきたいと、私がまさしく政治で目指しているところなので、 ね、そこにもつながる話ですので、ぜひたくさんのヒントを、はい、この番組に通じていただきたいと思います。では次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。次回の公開収録は8月29日夜の7時からわなび場333上会議室5階におきまして、倉山満先生とともにじっくり学ぼう日本近現代史の公開収録を行います。毎回たくさんの方々にお越しいただいて非常に盛り上がった公開収録になっておりますので、ぜひ皆さんも会場の雰囲気味わってみてください。よろしくお願いいたします。